こんんにちは金ちはゃん B B と申します今回は赤字決算、今話題のホニャララグループ、株価どうなるといった内容で情報発信をしていきたいと思います。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。本動画の構成について簡単にご説明いたします。まず銘柄分析で ファンダメンタルズとテクニカル分析を実施した後その流れでトレードシナリオに入っていきます銘柄分析の分析内容を基盤にトレードシナリオを組み立てていきますのでトレードシナリオに対して正しく理解していただくためにも最後までご視聴いただければと思いますそれでは早速銘柄分析に入っていきますまずはファンダメンタルズから確認をしていきましょうソフトバンクグループにつきましては 時価総額12兆185億円の対策銘柄で、特色といたしまして、携帯電話で日米展開、傘下に Z ホールディングス、イギリスアーム、10兆円ファンド、持ち分に中国アリババであります。また、不動株率につきましては、5.8%であります。 私についてはですね、えー、皆さんご存知のようにファンダメンタルですね、えー、決算の内容を見てもあの正直ですね、えー、これが株価にどう影響するのか、まあ、分からないんですよね、えー、多分ですね、えー、他の YouTuber の方もおそらくですね、ソフトバンクについてはあの決算の解説をされると思うんですけども もう多分ね、その方も、あの、まあ、九割ぐらいね、八割か9割ぐらいですね。この決算内容を見て、株価が上がるのか、下がるのかっていうのは、多分わからないと思います。で一応ですね、この内容を見る限りは、前年同期と比べてですね。赤字転落になったりとかして、利益もね、下がってきているというね状況なので。 これはね、普通の考え方でいくと、まあ、下がる状況ではあるんですけども、まあ、最近はですねあの、決算が良いにもかかわらず、まあ、ストップ安をつけた銘柄もありましたし反対にです、ね、決算内容が悪くてもあの急上昇した銘柄もあったのでこればっかりはですね、市場がどう、ね、判定するのかわからないところがありますという状況でありまます。ファンンダメンタルズにつきましては以上であります。 まあ、ということで、ですね、えーと、ファンダメンタルズ分析で株式投資を、ね、やられる方については、ですね、基本的にはですねあの、やっぱり現物株でやった方がいいのかなというふうに思います。というのは、ですね、あのーまあ、やっぱファンダメンタルズの結果が出るというのは、まあ、数年後なんですよね。えー、何年かもってやっと、ね、出るという形が多いので、信用取引でやってしまうとですね、えー、年率で、まあ、3%から、ね、4%ぐらいか,かかっちゃうので、えー、特にですね、えー、株式投資で短期売買でですね、えー、勝負しようと思うなら、 まあね、あのファンダメンタルズあんまり関係ないというかね、あのーまあ、テクニカル分析の方があの結果が出やすいのかなというふうに思います。はい、ということでですね、えー、テクニカル分析に入っていきます。えー、現在、ご覧のチャートは2020年2月12日現在のソフトバンクグループの手話しだとなります。まずは RSI から確認をしていきましょう。RSI につきましては現在ですね、82.38%というね、まあ、変わりすぎ水準のポイントに位置しているんですけれども。 まあ過去ですね80%に到達した事例を見ていきますとまあこういうね状況なんですが80%よりね上のポイントで揉み合うとね状況もあるんですけども、他のね状況を見る限りはほとんどですね80%に到達したらまあ調整してきているということで今回もですねまあ調整する可能性が高いのかなというねイメージを持っております。 えただですね80%に到達をしてそこからですね下げてくるときにつきましてはだいいたですね他のケースを見ていきますとあのペナントですねえトライアングルのような形をつけてくることが多いんですよね。ということでまあこれ見ていきますとねペナント、ペナント、ペナントフラッグ、ペナントということでえ結構ね過去のやつを見て,み見てもですねえペナントをつけてくるケースが多いのでえ今回もですねペナントかフラッグねつけてくる可能性あるのかなというねイメージを持っております。 RSI の分析については以上になります続いて信用残の分析に入っていきます信用残につきましては赤いラインが信用改算黄色いラインが信用売り残というね表になっているんですが まあ、信用改ざんでね、えー、焦点を当てて、まあ、過去の、ね、水準と比較をしていきますと、まあ、見るまでもないですよね。あのーまあ、過去、ね、最高水準の状況となっているのが、ねえー、確認できるかと思います。まあ、いつものようにですね、えー、と時価総額ベースであの改ざんの、ねえー、状況を評価していきますと、まあ、こんな感じですよね。時価総額がまあ 12, 兆円12兆円あるんですよね、ソフトバンクグループは。でその中の中、ね、不動株が 6971億円ということで、これね、えーまあ、不動株5.8%なんですけど、まあ、それでもで、ね、6971億円とね、非常に、ねえーまあ、膨大な不動株があるのかなというところですよね。で、その中の、まあ、1090億円ということで、まあ、これで見るとです、ねえー、時価総額で比較すると、改ざんは、ね、多くはないんですが、まあ、やっぱりね、これだけ大きな銘柄になりますと、過去の、ねえー、水準がある当てになるのかなというところで、やっぱりです、ね、今の状況につきましては、 まああの信用改ざんですね、えー、1,090億円あるということで、えー、重いのかなと分析をしております、えー、信用算の分析については以上になります続いてメインチャートの分析に入ってきますまずは左下の判例にありますようにサポートとレジスタンスについてチャート上に描画していきますサポートにつきましては3,500円、4,000円、5,000円付近にレジスタンスにつきましては6,000円付近に存在していると分析をしております サポートとレジスタンスの分析については以上になります。引き続きチャートの詳細な分析に入っていきます。まあ、ソフトバンクグループのですね、週、えー、足チャートを引きで見ていきますと、あのこのね4000円から5000円のポイントでこの U 字型の感じになってですね、えー、まあ、5000円のまあ、レジスタンスだったポイントをあの抜けてきてるのがね確認できるかと思います。まあ、ということでエネルギー的にはですね、えー、1000円分のエネルギーがあるのかなというね、えー、ところなので。 まあ大体ね、この上でいくと、ねえー、6000円近まで届いてくる可能性があるのかなと分析をしております、えー、ソフトバンクグループのテクニカル分析については以上になります、えー、続いてこれが最後ですね、えー、トレードシナリオに入っていきますはい、ということでですね、えー、まずはトレードシナリオの基盤となります値動きのイメージについてですね、えー、解説をしていきたいと思います 当初、ですね上昇する場合のシナリオについてですねイメージしたものを解説していきます。まず一つ目のイメージにつきましてはこのままですね株価の方ですね上昇を続けてきまして先ほどで、ね、6000円と分析したんですがその、ね、6000円の、ね、レジスタンスをあっさり破っていって6500円付近まで伸びてからです、ねえー、まあ 6, 6レジスタンスのた、ね、った6000円をがサポートに変わっているかどうかでの、ね、確認のリテストが入って リテストで,で、ね、6000円割らなければ割らずにですね当時の高値で抜けてきたらで、ね、7000円に行くという、ね、シナリオでありますで2つ目の、ね、シナリオにつきましては1回、ね、6000円付近まで到達をしてからですねそのまま5500円から6000円の間でもみ合いを作りましてこのもみ合いをです、ね、上抜けした場合ですね6500円まで届いた後ですね6000円のレジスタンスがサポートに変わっているかどうかのリテストが入ってリテストで,で、ね、6000円を割らずに 当時の高値を抜けてくれば、ね、7000万円で伸びていくという、ね、シナリオであります。で3つ目のね、えー、シナリオにつきましてはあの結局ですね6000円付近まで届かずに一気にで、ね、5000円付近まで調整してからもみ合いになってですね5500円と5000円の間でもみ合いになってこのもみ合いをです、ね、上抜けしたら再びですね6000円の高値を狙いに行くかなというね、えー、シナリオであります。まあこのねえー、であ、ね、ります。よね。 これについてはです、ね、ネットで落ちているかどうかわからないんですがあの一応ですね、法則がありましてあのここね、過去、ね、5000円と6000円のも、ね、み合いですよね。え見ていきますと直近ではですね、えこのもみ合いがありますよね。で、まあ、この形を見ていきますと、まあ、M 字型のような、ね、形になっているのでえ今回は、まあ、M 字型みたいな形にならずにですね、えーまあ、考えられるとしたらですね、えー、ここでもみ合いにならずにぶち抜いていくのかあるいはあのこの下の部分で 行かずにですね、上でもみ合いになるのかなっていうね、イメージなんですよねで、まあ届かずにですね、えー、まあ、5,000まで落ちた場合ですね調整した場合についても、過去の状況を見ていきますとまあ、N 字型でね、上に上がってますよねなので今回は、あの N 字型で上に行くというよりはそれよりもですね、ちょっとね、揉み合って、えー、まあ、上に行くのかあるいは、あのー、まあ、全然揉み合わずにですねちょっとあね跳ねてから下に行くのか、どっちかなのかなというねイメージを持っております まあ続いて、ですね、えー、下に行く場合についてはですね、まあ、先ほどもちょっと話したんですが1回ストーンと落ちてからですね、ちょっとだけ跳ねて、えーまあ、下に行くパターンですよねで下に行ってもみ合って、ねえー、さらに、ね、4000円まで落ちてくるパターンなのかあるいは、まあ、あのしばらくもみ合ってですね、上に、まあ、5000円のリテストで,で、ね、5000円が、まあ、レジスタンス機能しなければ、まあ、またね、5 0 0円あたりまで回復してくるのかなというね、イメージを持っております。まあ、トレードシナリオについては、まあ、正直、ね、ちょっと難しいんですよね。 で私だったら私ならの話にするんですがやっぱり6000超えてからですね6000超えてリテストで6000が、ね、機能してからの方がいいのかなというところですよねあるいはこのもみ合いですよねもみ合いもここで入るんではなくて一回ねどこでサポートと認識されているのかをね確認をして戻って6000まで、あね、叩きに行ってまたもね落ち着いた時ですね落ち着いた時にこのね下の部分があサポート機能しているなという安心感から入った方が 安全なのかぶ、ねっ,まあ、ってね、あのー、安いところで買って高く売るっていう、まあ、た確かに、ね、そうなんですけどもただですね多くの人は、まあ、どこが安いのかどこが高いのかっていうね基準を持ってないんですよねで何を隠すうね私も持ってないんですよでロングで配のロスカットについてはやっぱ5000円を割った時ですねえ5000円を終わりで抜けたらまあロスカットなのかなっていうところですね、まあ、1000円分で下に動く危険性が出てくるのでえその場合はねロスカットになるのかなというイメージを持っております まあ今現在ですね、RSI が80をね超えてきているので、多分ですね、シナリオと一気にはですね、このものみ合ってくるパターンか、あるいはですね、5000円まで落ちて揉み合ってくるパターンの可能性が高いのかなというね、イメージを持っております。まあ、ショートで行くんであれば、5000円終わってからですね、5000円のサポート終わりで抜けてからのですね、戻りですよね、5000円がまあレジスタンスとして機能しているかどうかのね、確認が入った後にもみ合いになると思うので、揉み合いになった時にですね、ここで一応ですね、直近では、 N 字型になっているので多分、ね、N 字型にはならないと思うので、えーっとまあ、この辺りですねこの辺りぐらいで入ってから狙うのがいいのかなというイメージを持っております、まあ、ロスカットはね5500円を抜けた時かな終わりで抜けた時かなというね、イメージを持っておりますソフトバンクグループの分析については以上になります本日も最後までご視聴いただきありがとうございました